ジョシア・レノルズによる肖像画1750年頃第三代ハウシャクジョージ・オーガスタス・ハウはグレート・ブリテン王国の貴族、軍人、政治家。1747年から1758年まで庶民院議員を務めた政治家である一方、主に軍人として活躍し、フレンチ・インディアン戦争では米州に派遣され、 非正規軍の戦術を取り入れたことで部下に好かれた。しかし、米州派遣からわずか1年後、タイコンデルガトリデへの進軍中に戦死した。第3代、ハウシシャク、第2代、ハウシシャクエマニュエル・スクロープ・ハウと、妻まアリー・ソフィア・シャーロットの息子として、1724年、1725年に生まれた。1732年11月より、 ウェストミンスタースクールで1734年頃よりイートンカレッジで教育を受けた。1735年3月29日に父が死去するとハウス社区員を継承した。1745年3月にエンサインとしてこの F 表を第一連帯に入隊。1746年にルテナンキャプテンに昇進した。1747年1月に カンバーランド公爵ウィリアム・オーガスタスの a イ・コールド艦の一人としてオーストリア、継承戦争のフランドル戦役に参戦、同年のラウフフェルトの戦いに参戦した。戦後の1749年5月1日に、キャプテン・アンドル・テナン・カーネルに昇進、1757年2月25日に大佐に昇進した。幼くして、爵位を継承したため、 おばに当たるペンブルック伯爵夫人メアリーがハウス爵家のノッティンガムシャー政界における影響力を行使し、1747年5月にノッティンガム選挙区の補欠選挙が行われた時、ノッティンガムの地方自治体がハウス爵立候補させることに同意した。この時、ハウス爵はフランドルで従軍していた。ノッティンガム選挙区では初代入閣する公爵トマス・ペラム・ホリスと 第二大ミドルトン男爵、フランシス・ウィラビーが妥協し、一議席ずつ指名することで合意していたが、1747年5月の補欠選挙が、トーリー党議員の死去によるものだったにもかかわらず、ハウ死爵が、ホイック党候補として出馬した。これにより、入閣する候補が、ハウ死爵への支持を拒否した上、もう一人の有力者である銀行家、アベル・スミスが、 トーリー党候補の第二代順弾者クサーチャールズ、セドリーへの支持を表明したため、セドリーは543秒対286票でハウス尺を破った。同年6月の総選挙では、ノッティンガム選挙区のほか、ノッティンガムシャー選挙区からの出馬も検討したが、ノッティンガムシャーでは全く支持されず、早々に脱落した。ノッティンガムでは、地方自治体が、 ハウシシャクとホイック等の現職議員ジョン・プランプトルを支持したが、入滑する公爵は、ミドルトン男爵から合意破棄を疑われ、ハウシャク家からは、ハウケをノッティンガムシャーから追い出そうとしていると攻撃された。ミドルトン男爵は、入滑する公爵からの指示のコピーを受け取ると満足したが、トーリー党有権者は、ノッティンガムの地方自治体での官職就任を、 ホイック島に阻まれたとして、プランプトルへの支持を拒否、さらにアベル・スミスの息子・ジョージが、ハウス社家の親族にあたるメアリー・ハウと婚約した、ことで、スミスも、ハウス社支持に転じた。これにより、プランプトルは当選の見込みがなくなって、選挙戦から撤退、ハウス社とセドリーが無投票で当選した。プランプトルは1五十四年イギリス総選挙で、再び選挙戦に挑んだが、 今度は入ッする公爵とノッティンガムの地方自治体がハウス尺を保育党候補とすることで合意したためハウス尺は980票で難なくトップ当選したハウス尺は議会では政府を支持したとされた1757年2月25日大佐への昇進と同時に第60不評連隊第3大隊隊長に任命されたこの連隊は 別称ロイヤル、アメリカン連帯が表すようにアメリカに派遣され、ハウは7月にルイブール遠征への増援とともにハリファックスに到着した。不妊にあたり、ハウはカンバーランド港による推薦の手紙を所持したという。この時、アメリカにおけるイギリス軍は第四代ラウドン伯爵ジョン・キャンベルが指揮官をジェームズ・アバークロンビーが副指揮官を務めていたが、二人は すぐにハウを信用し、様々な任務を与えるようになった。ハウはエドワードトリデで、第60不評連隊と合流した後、9月28日に、フレンチ・インディアン戦争に向けて新しく編成された、第55不評連隊の隊長に任命された。11月にフランスとインディアン部隊が、ジャーマン・フラッツ襲撃を観光した時は、ジャーマン・フラッツへの救援部隊を率いた。 12月29日、北米における軍会として順調に昇進した。アメリカ人明治天によれば、ハウが部下に好かれた理由はフロンティアにおける戦闘への研究であり、一例として、軍服や軍用職を非正規軍のそれに変えて、正規軍として目立たなくなるようにしたことが挙げられる。1758年3月、大ピットはラウドン伯爵を召喚した上、 アバークロンビーをタイコンデロガトリデ占領を目指す遠征部隊の指揮官にハウを副指揮官に任命した。行動の遅いアバークロンビーと精力的に行動するハウがいいコンビになることが期待されており、オックスフォード英国人名辞典もハウが同時代のアメリカ中流軍の間で好評を得ているとした。遠征は常時固形由で道中のタイコンデロガトリデを占領した後、 カナダ侵攻を目指すというものだった。そして、アバークロンビーとハウヒキール16000人の部隊は7月4日に出発し、5日にジョージ湖を進み、同日の夜にはジョージ湖の西側にあるサバスデーポイントに到着した。フランス軍は守備を固めていたが、イギリス軍の人数がフランス軍の5倍という数の差があり、大砲を40もに有したため、勝利の可能性は、 十分にあった。翌朝、ハウは一個中隊を率いて、タイコンデロガトリレへの進路を探したが、ジョージ湖から2マイルのトラウトブルックで、フランス軍の文献隊に遭遇した。両軍はそのまま小競り合いになり、ハウは心臓を打ち抜かれて即死した。小競り合いの結果は、イギリス軍が戦士87、負傷230で、フランス軍が戦死100、捕虜150であり、さらに、 フランス軍が敗走したが、ハウの死により、イギリス軍の士気が下がり、7月8日のカリーオンの戦いではイギリスが大敗した。これによりアバークロンビーはやむなく撤退、翌年に更迭された。オックスフォード英国人名時典はハウが戦死しなかった場合、イギリス軍を勝利に導けたか不明だとしているものの、イギリス軍のジェームズ・ウルフがハウの死を国にとって大きな損失であるとし、 マサチューセッツ植民地が1762年にウェストミンスター寺院でハウの記念碑を建てるなど、ハウが同時代の人々に深い印象を残したことは確かだとしている。オールバニのセントピーター教会にあるハウ死者区の記念碑、2015年撮影。死後、トラウトブルック近くで埋葬された説が根強いが、オックスフォード英国人名次典によれば、ハウの遺体は、 オールバニに運ばれ、セントピーター教会に埋葬された。生涯未婚であり、弟リチャードが爵位を継承した。ありがとうございます。